AI の盛り上がりイコールほ NVIDIA の盛り上がりみたいなただよく中国からの圧力があったりとか米中関係の中でいつまでそこに安住できるかは全然わからないのでニュースペック選手部の中川です皆さんこの会社のことを知らなきゃ AI ブームは語れませんその会社は大手半導体メーカーの NVIDIA です時価総額が1兆ドルを超える企業 その名も1兆ドルクラブここに仲間入りを果たしましたもはやエヌビディアなしでは AI 開発ができないとも言われていますまさに無双状態今日はこのエヌビディアの実態を明らかにしていきますエヌビディアって会社は GPU っていう半導体チップを作っている大手メーカーで革ジャンのそう革ジャンのいつも来てる CEO がいるんですけど、うん GPU っって何って何話ですよね、はい、まあ日本語にすると画像処理半導体とかって言われるんですけど、うん、これが今生成 AI チャット GPT とか、うん、文字打ったらいろんな言語で返してくれたりいろんな画像とか動画を生成してくれる、まあ、この生成 AI が今すごく盛り上がってるんですけど、うん、まあ簡単に言うとそう生成 AI を機能させるには、うん、膨大な計算が必要になるんですねこれを処理するために頭脳として GPU がすごく最適だと言われてそれが今ものすごい使われるようになっているこの AI 時代に欠かせない存在だということであじゃあ GPU 必要だ買い集めなきゃみたいな感じでいわば GPU バブルみたいな形で NVIDIA がものすごく儲かれているという状況になっていますもともと NVIDIA は GPU を作ってた会社なんですか、うん、そうなんです創業が1993年で当初からテレビゲームだとかで 画像をその描画描くための処理っていうのをするプロセッサー半導体チップを作っていました画面の中でキャラクターがこっからここに動くとか腕がこうやって動くとか顔がこうやって動くとかっていうのを全部あの計算をするある物体が x 軸 y 軸 z 軸の座標の中でどの位置にあるかこの位置からこの位置に動くとかっていう計算をまあ膨大な量をするわけですよ、はい。 でそれを処理するのがエヌビディアが作ってた半導体チップでもともとはじゃあゲーム会社にこう売ってたみたいなことなんですかあそうですそうですプレステーションとかあとマイクロソフトの XBOX とかニンテンドーとかああいうところと取引をしていて、まあ、ゲームの発展とと,ともにあの会社も成長してきたっていうことですねなんでこのエヌビディア一社だけが、うん、こうめっちゃノリに乗ってるんですかそうです、ね NVIDIA ももともとゲーム用途で 3D の絵を描くために GPU を開発してきたんですけどその能力に目をつけた科学者の人たちがいてその人たちが地震とか天気とかのシミュレーションをするようなスパコンとかで GPU を使えるんじゃないかでそれを受けてですね画像処理 3D の絵を描くだけじゃなくて。 他の用途にも使えるように GPU をプログラミングできるソフトウェアを発表したのが2006年でこれがクーダと呼ばれるものがあるんですけど、はい、でこの開発者のコミュニティっていうのを全世界でまあ400万人ぐらいいると言われてるんですけど<ー>まあそれだけ AI の学習をした,したい開発をしたいっていう人の支持を得たで2012年に AI の画像を認識するコンテストで優勝するということが起こったんです。ほうほうほう でここで GPU が AI に使えるぞと満を持してこの大量データ大量学習時代に突入して桁違いの GPU が必要みんなが欲しいってなってこれだけ NVIDIA が一強として君臨することになったと、うんうん、どのくらいのシェアなんですかその今 GPU のディープラーニングとか AI も用途に使われる GPU の中では95%ほぼじゃあ NVIDIA。もうほぼ NVIDIA なんです AI の盛り上がりイコールほっエ d ビデアの盛り上がりみたいな独占状態の NVIDIA これからもこの業績っていうのはどん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 上がっていくそうですね5月の24日に発表された NVIDIA の最新決算が株式市場にとって衝撃的だったっていうのがあるんですよ NVIDIA が示した次の決算機の予想値になるんですけど、はい、まあ売上高が1兆5000億円ぐらいになると、うん これが全てのアナリストの予想をはるかに上回る値だったのでこれはやばいぞと言っていろんな証券会社のアナリストが「NVIDIA の株価がこれぐらいまで上がるでしょう」という目標株価っていうのをアナリストが出すんですけど大幅にその目標株価を引き上げて各社ともまあこれを受けて株式市場ともたくさん NVIDIA の株が買われて株価が急上昇したっていうことなんです。ただ GPU まあいくらこれだけみんなが欲しがってるって言ってもこの NVIDIA の GP を作っているのは台湾の TSMC という世界中から製造を請け負っている会社ですけど、うん、ここのキャパシティがだいたい見込みは立ってるはずなんですそれでもこれだけ売上高を引き上げたっていうのはこれは早く欲しいから値段高くても買いますっていう人が殺到しているから<ー>つまり単価が上がってる まあそれだけ需要が逼迫している。買い手は生成 AI を作ろうとしている企業ですよね。一番大きいのはクラウドプロバイダーと言われる Amazon、AWS がマイクロソフトとか Google。はいはい、うちのクラウドに GPU 使えますとでいろんな企業が GPU を使ってどれぐらい。 のデータ量だったかららいいくら払いますどれぐらいの時間使ったからいくら払いますっていう形で、うん、オンデマンドで提供しているようなクラウド事業者があるわけですけど、はい、そういったとこが大量に購入してはいうちで GPU 使ってくださいって言ってるんです今でそれプラスそのオープン AI もそうだしあとは Facebook を運営しているメタとか Adobe とかそういったところも自社で生成 AI のサービスを展開しているそういったところが自分で GPU を買っている。 であとはまあネット系テック企業以外でも金融とかそのヘルスケアとか一部自分たちで AI のモデルを開発したいって言ってるところが自社で GPU を購入するっていうケースもありますこの GPU を大量に調達しているのは日本企業とかでもったりする、はい、そうですね 日本のクラウド事業者っていうのがいて、まあ、その一つに桜インターネットっていう会社があるんですけどそこ,こもその国内で企業向けにクラウドのサーバーを貸し出すみたいなあの事業をやってるんですけど、うん、まあこういう生成 AI の盛り上がりを受けてクラウドで GPU を使えるようにしようというので GPU を2000個導入しますというのを発表したんですよと総額大体いい130億円ぐらいの投資になる結構な金額で2000個買うだけではいすごいんですよ今 NVIDIA の最新型の H100 という GPU があるんですけど、はい、これ大体一つ400万ぐらいするとかっていう話を聞くぐらいで<笑><笑>ただ桜インターネットって年間の売り上げ高が大体200億円ぐらいなんですよ、うん、手元の持ってる現預金も大体40億とかするぐらいで、まあ、130億円なんて会社の規模に比してすごい大きな投資で,、ねうん、でっていうところに手を差し伸べたのが国なんですよ、えー、経済産業省がその半分60億 きょうをあのこれは助成金として出すという話になってまあ簡単に言うと今経済安全保障っていって仮にその戦争みたいなのとかなった時に重要な物資が入ってこなかったりとかすると困るよねっていうので法律で経済安保上重要な物資っていうのを決めてその中にクラウドが入ってるんですよ。でクラウドって今先ほど言ったように AWS とかマイクロソフトとかグーグルとかアメリカ企業に。 まあ依存をしてるわけで,です、ね、リザーという時に国内で自分たちで供給できるようにしなきゃいけないとなっていて桜、はい、インターネットは国内の事業者なので,、うん、でそういう国内の供給能力の確保をする会社に対して、うん、そのプロジェクトに対して国が助成をするというのが昨年来始まっているんですけども、えー、それぐらい国も前のめりになって GPU は確保しなきゃっていうのでやっているってことなんですよ。うん、もうじゃあ本当に NVIDIA ウはハウハっていうかウ、まあ、ウハウハですよね GPU、うん、俺によこせと言って奪い合いがいろんなところで起こっているのでまあそりゃ価格を上げても買ってくれるわけなので NVIDIA は市場を、まあ、ほぼコントロールしてると言っても過言ではないってずっとその NVIDIA の無双状態が続くもんなんですかまあ 本当にこれが永遠に続くかなんてことはないですし、うん、現にこれだけ GPU が足りない高い買えないっていうなってる中で、うん、まあそこに依存できないよねって自覚してる企業も数多く出てますグーグルがまあ先行してたんですけど自社で独自の半導体チップを開発してるんですよ。まあ、これも AI の,その計算に特化した半導体チップ、うん これはまた TPU っていう CPU でも GPU でもなく TPU っていうなるほどでもやってることは一緒なんですよ微妙に違うんです、ね、まあよりその GPU よりももっと AI に特化したみたいな構造<ー>の,のチップを作っていて、はい、Google 自身の,その検索結果の順位とか、うん、あれ AI で決まってるんですけど例えばあと YouTube で「あなたこんな動画どうですか?」ってコメントされるところあるじゃないですかあれも全部 AI ですけど、うん、そういうものの学習にかなり使われてたりとかはい、はい あとはクラウドで他の会社に対して TPU 使えますよって言って提供したりもしている、うん、各社や,やっぱり自分たちで作り始めてはいるう、ね、そうですね日本の企業でも独自の半導体チップ開発しているところがあって、えー、AI のスタートアップのプリファードネットワークスいわゆるユニコーンとして結構知られているところなんですけどうん、うん、ここも2019年に半導体チップ 発表していてい、まあ、最近第2世代も開発をしたそうなんですけれどもここの社長に今回あの取材もしてるんですけど、まあ、GPU にとって変わるぐらい全部の AI の運用で使えるようにしていきたいって言ってあの話もしていたので<ー>まあ将来的には GPU に頼らないあの AI 企業っていうのも生まれてくるかもしれないっていうところですね。NVIDIA のの半導体チップを生産してているのは全てさっきチラッと 話も出てましたけど台湾の TSMC 工場で作られています、はい、で台湾という場所よく中国からの圧力があったりとか、はい、米中関係の中で、うん、どこまで台湾からの安定供給が続けられるのかみたいな話も出てきています。うん、1、まあ、一社に依存しているとそういうこともいろいろなリスクが出てくる中で、うん、うまく乗り切らないといけないというハードルも NBA にとってはあるというところで。うんまあ、今は 本当に我が家の針を謳歌してるみたいな感じですけどもいつまでそこに安住できるかは全然わからないので NBA にとって,てないとやっぱりこの流れでこの人何考えてるんだろう何を思っているんだろうって一番気になるのがまあソフトバンクグループの孫正義社長。うん ソフトバンクグループは2016年にそのアームというイギリスの半導体の設計会社を買っているわけなんですけど2020年に一度そのアームを売却しようとして売却先がエヌビディアだったんですよねでエヌビディアがアームをソフトバンクから買うわけですでその対価としてエヌビディアの株式をソフトバンクグループに一定数渡すということでソフトバンクグループがエヌビディアの筆頭株主になる予定だったんですただ NVIDIA がアームを買収するっていうのは独占禁止法に抵触するみたいな形で各国の当局から反対されて結局断念したんですねでもしこの時ソフトバンクグループが NVIDIA のヒット株主になっていたとしたら今ものすごい利益を生んでいるとソンさんは悔しがっているのではないかと。 思いつつこれだけ NVIDIA が儲かっている時価総額も上がっているという状況だと、うん、アームも一定の株価が上がっていくことは見込まれるのでうん、うん、そこでも利益は出るだろうと神様も孫さんにやや微笑んでいるのかなと <laughs> かもしれないという状況かなと。